いやあ、金子池ルシファーです。今日は司法試験対策、刑法13番目やってみましょう。前回の続き。えっ、ー、と、次は修正された構成要件というところです。えー、刑法の各本条において個別的に規定されている基本的構成要件は通常は単独犯かつ規制犯のことを言っています。えー、つまり、未遂犯や共犯の構成要件というのは通常は刑法各本条において個別的に規定されていません。 未遂犯43条によって共は、共犯は60条以下によって、それぞれ基本的構成要件修正を加えて確定されています。このように、基本的構成要件に修正を加えることによって確定される構成要件のことを修正された構成要件と言います。 例えば、殺人未遂罪の構成要件は人を殺したもの199条という基本的構成要件,要件に43条からの修正を加えて人を殺す行為の実行に着手,着手してこれを取りなかったものであると確定されることになります。また、えー、殺,人犯殺人罪の共同制案の構成要件は199条60条からの修正を加えることによって1人以上共同して人を殺したものであると確定されることになります。 次ですが、規範的構成要件要素というやつ。えー、構成要件の中には、社会の常識や価値観によるその意味が意味する異なり得る概念を、えー、構成要件要素として、えー、してもらいます。例えば、わいせ物の量、反不,不在、175条は、えー、わいせは、 ととわいせつ物をばら,ばらまくやつですね。わいせつ物性という時代や社会によって大きく意味,意味ないが変化しうる概念を構成要件要素としています、えー。このような、その意味する内容が変化しうる構成要件要素を基本的構成要件要素といいます。関連性は法解釈によってその内容を確定することに限界があり、最終的に その裁判官がその当時の社会常識によって規範的、評価的な価値判断を行って決定すら得ない部分を含んでいる公正要件要素を規範的公正要件要素と言っています。この規範的公正要件要素についてはいかなる程度の認識外だその公正要件でい声があるか、あると言えるかが重要な問題になっています。この問題については別のところに述べましょう。えー とまあ、こ今回はこれでいいですかねちょっとごめんなさい。さっき修正、修正というかね、あの、ちょっとわかんないとこがあって、Y イ物反復剤って言ったんじゃないけちょっと反復、反の、反復あの、文、文って、文ってやつに、あの、ページ、ページ、ページってやつのへへんを書くやつなんですけど、それの読み方わかんないねで、ちょっとごめんなさい。Y イ物なんとか、なんとか剤だから。その、そこだ、ちょっと注意ね。えー、じゃあ、こんな感じでおしまいでいいでしょうか今回おしまい。13番おしまい。じゃあ、またね。バイバイ。